岡本武氏はヨドゴーグループのメンバー。テルアビブ空港乱射事件を起こした岡本光三は弟。熊本県出身。熊本県立熊本高等学校卒業。京都大学農学部中退。1968年に東大安田行動事件に参加。1970年に仲間8人と共にヨドゴーハイジャック事件を起こし、北朝鮮に亡命。 1976年に結婚。当初、結婚相手は現地の朝鮮人女性と発表されていたが、後に高知県出身の福留紀美子であることが確認された。ヨド号メンバーの妻のほとんどが北朝鮮の思想に共感を持っていたことが考えられる中、福留のみ、新北朝鮮思想が確認されておらず、一部には北朝鮮に拉致されたとする見方もある。 1980年代初頭に、ヨドゴーグループリーダーのタミヤ・タと方針をめぐって対立。1983年以降は、岡本は包丁した支援者たちの前にさ歳姿を見せなくなっていた。1996年、ヨドゴーグループから支援者に対し、岡本が土砂崩れによって1988年に妻と共に事故死したと発表される。しかし、 1980年代末に漁船を脱出して北朝鮮から脱出を図ったものの捉えられ強制収容所に送られ死亡したとの情報が北朝鮮を取材しているジャーナリストによって述べられている。なお、日本の公安警察は岡本の死を確認していないため現在でも日本警察の指名手配の対象者になっていると同時に国際手配されている。 ヨド号メンバー柴田康弘の妻だった矢尾恵は著書で私の知る限りでは岡本さんと福留さんは亡命後のヨド号グループの主体思想に従う考え方にことを唱えたので強制のため隔離されそしてその果てに死が待っていたと記述しているありがとうございます